今回はイーストアジアサバよりお送りしております。人数こそ少ないもののランキングに懐かしさを覚えます。クランも見当たらないので久々に台湾と連携できそうです。さあ、まずは餌タイムだ。サーバーの人数も少ないのでガリガリ攻めていけそうだ。おお、密度の濃い餌。全部俺のもん。いただきまっする。てやー、かわしただと。やつめ、ニュータイプか。ああ、もう餌を食い荒らされた。くそー、俺のもんなのに。おーラッキー、勝手に突っ込んできたぜ。そしてまた餌も湧いてきた。全部俺のもんじゃー。邪魔するやつは指先一つでダウンじゃー。おー、チャンス。俺の狙いは、こっちだぜ。ごっさんです。そういえば昔、相撲部屋の前を通ったとき、お疲れ様でごわす。って聞こえてきたな。ごわすなんて本当に使うのかって思った。また密度の濃い餌だ。至福の瞬間。お、食えるかな？ちょっと無理ぽ。っていうかスコア500超えてんじゃん。相方探さねば。お、ちょうど ETW 発見。よろしくしくよろ。 OK みたいだぜ。名前は台湾仮想さんか金ちゃんかな。てやー、おー、偶然とは言えないスコンビプレイ。素晴らしい、ガンガン食える。やるのか、相方。いつでも OK。 くらえー、あぶねー、自分の行くとこだったぜ。だがスコア2800だぜ、よくやった。とりあえず取りよう。もうちょっと食うなよ。相方が丸飲みした。勝手に食おうとするからだ。そのエイトボールを狙うのな。 OK だぜ相方。一軒家を追い詰めろー。もうちょいだ。
に食べたあー、獲物が食われちまったぜ。よくあることさ、気にすんな相棒。さあ次の獲物を探そうぜ。おお、向こうでなんか破裂した。あ、そいつ狙うのね。オーケーだぜ、スタンバイするぜ。さあ追い詰めろー。今だー。ナイスだぜ相方。くれー、追回収。俺が撃つぜ。てやー、撃とう。食い放題取れ放題。恋まで来たぜ。チャージするのぜ。そっち狙うの？いや、無理っしょ。これ？ほら、無理だった。とりあえず逃げましょう。こっち来んな。あ、チャンス。なにー？食われちまったぜ。相方、どこ行くんだ。おい相方、何するんだ。やって、分断された。おい相方、ベルリンの壁が反対に回り込もう。相方いねえわ。仕方ない、一から出直しで。俺のもんだ。悪いね。とりあえず、餌でも食いつつ、新しい相方を探すか。こういう時あのおじさんがいてくれたら、新しい相方だよとか言ってきてくれるのに。まあそのうち見つかるでしょ。天の川みたいな餌や。おお、こっち来んな、こっち来んな。ふう、助かった。ちょうどいいのはいるけど、ちょうどいい TW がいないな。誰でもいいんだけど乗ってくれない。餌は俺のもの。小さくてもいいや、どうかね。ダメか。と思ったらこっちにいた。よろしくだぜ相方。さあじゃんじゃん食うぞ。
やられたー。